いる。まったく、往生際の悪い子たち、イライラしてくるわ。またあんたかよ。シャールも連れずにやってくるなんて甘いよ、ジル。そうかしら。このロボットたちは艦内で最強のガーディアンと言われてる。数機いるだけでフェリオンの隔壁をこじ開けることさえできちゃう代物なの。それでもご不満かしら。この艦内にはまだこのタイプのガーディアンが数百は存在する。そして私はそれら全てを操れるのよ。今ここで投降すれば殺したりひどい目に遭わせたりはしない。少し協力してくれたらその後お家に返してあげるわ。でもね、投降しないようであれば無限にこのガーディアンを呼び出してあなたたちの息の根を止めるしかないの。分かってくれたかしら、この状況を。落ち着いてキャス、勝ち目はある。さっきダウンロードした歌を歌うんだ。え？今あのガーディアンたちはジルの歌で操られている。同じようにキャスもこのガーディアンたちを制御することができるはず。その歌でガーディアンを停止させるんだ。でもジルがまた起動しちゃうかも。歌の力は思いの力だ。強い思いはより強い歌を紡ぐ。そしてより強い思いを紡いだ方が勝つ。なるほど、そういうことね。それなら私だって絶対あんたなんかに負けない。強気ね。何か作戦があるのかしら。もしそうなら教えてちょうだい、そのあなたたちの作戦を。いいわ、教えてあげる。それはこういうことよ。これはシェルンプロテクター。あの時ダウンロードしたというの。まさかそんな時間を与えなかったはず。残念だったね。戦いながらダウンロードしていたのさ。リスクを犯した甲斐があったよ。うかつだった。彼らを止めて。おっと、そうはさせないぜ。私たちの思いの力を受けてみなさい。さあ始めるわよ。まったく小賢しい。おとなしくしていなさい。出番よ、お願い。はいだ、もうやめておいて。
さーて、どうする？とりあえず捕まえた方がいいかな。捕まえる？私を？シェルンプロテクトも、その権限も、全部僕たちが取り戻した。もう逃げられないよ。そうかしら。ちっ、しつこいやつ！ごめんなさいね。シェルンプロテクトは、使えそうだったから使っただけよ。本当に必要だった歌は、すでに叱るべき魂にダウンロード済み。私の最後の号令を待っている状態なの。本当に必要だった歌？神と呼ばれる存在を、この世界に解き放つ歌。クラス、シェルノサージュ。シェルノサージュ？おい、サーリ、それは何だ？さよなら。生意気な子たち、次はもっと美しい魂に生まれてきますね。待て、サーリー、無理よ。くそ、こんなに数がいたんじゃキリがないわ。ねえママ、ここのシャールたち、どうしてこんなことするの？ジルのやつ。キャス、危ねえ。